ギター教室やってるよね、あちらもね、はい、そんな、まあまあ、いろんなね、ここで、三人様とかで YouTube 撮ったりしてるんですけど、今日はね、なんかね、ちょっと邪魔なカメラがあって、その邪魔なカメラが、三人様、僕がやってる YouTube なんですけども、それがなんか入るらしくて、もう入ってたんですけども、どうでしょう、ね、よくね、あの、まあ、タレント監督がよく言う、テレビとラジオ、僕みたいに鬱陶しいと、生でね、そんな感じで、それと感じと一緒で、どっち面に喋ったらいいのかと、ちょっと言うけど、邪魔じゃん、違うって思いながらも、ね、どっちに向けて喋っていいか分からないから、今ね、インスタライブしてるんですよね、インスタライブちょっと集中したら、あれかなと思いますよ。で、こっち見ながら、どうも、おはようです、今日はですね、さあとかね、でも2限でやりながら、まあまあ、こんな試みっていうか、単なる YouTube 邪魔なんですけども。で、まあ、ここでちょっとね、ゆっくりして、そして語り合って、もう今日ギターもね、もう神永井ギター習ったりとか、習ったり習わんかったりとか、今頑張ろうかなと思ってるんですけども、ギター、僕ね、あの、昔、トランペット、中学の頃やって、トランペットとかね、そう、管楽器とか、そんな、そっち系はようやってたんですけども、ね、あの、ギターはやったことなくて、まあ、習いたいなと思ったりするんですけどもね、もうこの年だったらね、なかなか覚えられへんし、ね、弦ってこう、ちょっとチューニングとか、ね、もう人生のチューニングもちょっと難しいですけども、ね、もうギターのチューニングも難しいと、いろんな、ね、チューニング、こう合わせるということは結構ね、難しいんですよ。何のチューニングでもね、心のチューニングね、こっちのチューニングでね、そんな、どこ合わせねんね、こっちのチューニング、ただそれチューやんけ、みたいな。まあ、そんなネタも入れながらね、やってるんで、大阪にしないから生放送でお送りしております。ちょっと横のね、YouTube 邪魔なんですけども、チャンネルが邪魔なんですけども、ね、初の試みということで、まあ、インスタライブ中に YouTube を入って、ね、これね、どっち向いて喋っていようが、ほんまにわからないんですよ。未だにね。プロでもないし、ただの素人なんで、素人は1ミリとか喋ってるだけなんで、2限でやられると、どうすんねんと。どっちに向けて喋ってね。ね、まあ、たまにちょっと、チャンガバの方も向いとかないんです。どうも、今日ね、インスタライブもやってますんで、で、インスタグラムの生中継、ね。そんな感じで、ちょっとね、チャンガバの方にもピースとか、これ邪魔なんですけど、ほんとに YouTube。ね、素人、僕みたいにね、一般人こう、プロでもやっぱりね、あの、さっきの言ったテレビ、ラジオとか、いろんなカメラが、いろんな種類がね、これはブッキングされたら、ね、どこ向けて喋っていいかわからんっていう状態なんで、僕みたいな素人がね、それはブッキングされたらね、どないすんねんみたいなね、感じで、あたふたピーってなるんですけども、ね、やっぱりこの、生で喋るってね、何事も生って、何事ってちょっと語弊があるかもしれないんですけども、カットなしでね、喋れると。それで、電波上、オンエアに乗ると。まあ、カットなしで乗るっていうことは、自分の、言うたことも責任を取らなあかん。不安の方が見ます。おるわけないのかな。ね。ちょっと見てくれてありがとうございます。で、またちょっと、YouTube の。インスタライブやってまーす。いつ頃あげね、雨かしょんべんかわからないんだと思うんで、気をつけて、まあ、常に傘を持って、ね。もう、自分の心も傘させて、で、こっちも傘させて、いらない。それは嫌ない。音楽ってやっぱりね、まあ、ギターにしろ何にしろ、ね、素晴らしいもんで、ね、ピアノもやったことあるんですね。バイエル、ブルグミューラーとかね、バイエルって言うたら、ピアノの基礎みたいな、僕も。最初、そう、教則本があって、まあ、ドイツですね、要は、教則本、バイエル。まあ、最初の一歩がバイエルなんですよね。まあ、言うたら、1,2,3,4,5,6 みたいな。そんな感じで僕もこうピアノ、ね、猫踏んじゃったから犬踏んじゃったまで、ね、いろいろあって、でブルグミューラー、本はドイツですね、教則本全体にランクアップしていろいろピアノね、ピーって、ね、ピアノみたいなピアノって言ってそしたら邪魔な言っても聞きましょうかじゃあさようなら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。